レコパスダメリカーナ2017は25回目のレコパ、スダメリカーナである。ホームアウェイ方式で行われ、コパリベルタドーレス2016を制したアトレティコナシオナルと、コパスダメリカーナ2016を制したシャペコエンセが対戦した。第1試合はアレナコンダで2017年4月4日に、第2試合はエスタディオアタナシオヒラルドで5月10日に行われた。 偶然にも前年に、ラミア航空2933便墜落事故によって、中止となったコパスダメリカーナ2016決勝の2、チームによる対戦となった。アトレティコナシオナルが2戦合計で5から3都市勝者となった。コパスダメリカーナ2016決勝で、アトレティコナシオナルと対戦するはずであったシャペコエンセは、アトレティコナシオナルの本拠地である。 エスタディオ・アタナシオ・ヒラルドに向かう途中に、ラミア航空2933便墜落事故によって、主力選手19人を失った。この事故によって、アトレティコ・ナショナルは決勝を辞退し、同大会のタイトルは、シャペコ遠征に与えられた。そしてこれ以降両クラブの間には、友好関係が築かれ、当初試合が予定されていた夜には、追悼が行われ、シャペコの市長をはじめとする、 合計13万人がこれに参加。このアトレティコナシオナルの行動にシャペコエンセのファンからは、シャイが送られた。ホームアウェイ方式で2戦を行う。アウェイゴール制度は適用されない。決着がつかなかった場合、30分の延長を行う。それでも決着がつかなかった場合は、PK 戦を行う。シャペコエンセ V アトレティコナシオナルアトレティコナシオナル V、シャペコエンセ。 ありがとうございます。